リッキー、チカのレッツ深呼吸ということで、はい、うん、分かった？もう、ね、何がですか？パイナップル。もう分かりますよ。うん、ギネスでしょ、ギネス。アポペン、パイナップペン、うん、ペンパイナップアポペン。どうしよう、とってもやりづらい。非常にやりづらい。ってことで。BPAP からね、あんなすごい人だったんだね。でしょ、うん、ギネスまで取ったんだよ。ねえ、びっくりした。見ました、見ました。これはもうちゃんとわかる。アメリカのビルボードのトップ 100に入った最短ミュージックっていうか、ね、45秒でギネスに入ったってすごいよ、ねね、だから前回聞いてこのマネーの虎にも出てた時からもう今想像したらすごいですよね。ね、うん、人生何があるかわからんね、やっぱりね。そうなんだよ。だから何事もね諦めちゃいかんし、うんうんうん、何が起こるか本当にもう分かんないからさ。で思った、やっぱり自分が楽しんでやることが一番なんだと思った、うん、そうそうそうね、うん、だってピコ太郎だって絶対そうさんね、うん、思い切り楽しんでるよねあの人ね。最高じゃん、うん、あのねスタイルといい、そう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 、そうだね、あの衣装といいさ、うん、あの変な踊りといい、うん、いいよやらんでいいからリキさんお願い。いや俺もうちょっとあのスリムになったら、うん、ちょっとね真似したいな。でもあれ確かに面白い。あ、うん、まあ、今日はねあの11月1日ってことで、はい、あの6時もありましたけど、うん、ね、皆さんあの深呼吸やってますかね、うん、ね、深呼吸、うん、でもうあのハロウィンもねもう どういう形で盛り上がったのかなってことでね、うん、あの実は今日はあの収録なんですけど、そうなんです、はい、収録なんで、ハロウィンの実は前なんですけど、うん、あの街中はねすごい盛り上がってて、うんうんうん、そうですね、うん、早くもね絶対ピコ太郎いると思う。いや、いると思う、いると思う、いるよね、絶対いる、間違いなくいるよね。もうだからなんちゅうかな、この日本はね、うん、このハロウィンの、なんちゅうかな、この、さ、あの盛り上がりが、うんうん、年々すごくなってきてるね。ですよ。だって、前まではそんな盛り上がりはなかったですよね。ないない。もう徐々に来てて。仮装してとかもないし。うん、今だって、多分ハロウィンの日の朝、チャンネル、まあ、テレビ電源つけたら、うんうんうん、多分朝のあれからハロウィンの格好してる。うん、なんか、あの仮装して出てくると思うよみんな。うーん、確かに職場にも仮装してとかってあるところはありますからね、うん、もうほとんどやってんじゃん。へえ、いつからそうなったんだろう。まあ段階的にね盛り上がってきてるって感じするけど、うんうんうん、ねえ、まあこれで経済効果がね、うん、あれば本当にいいというあれもあるけど、まあそうですね、でもね、うん、やっぱりさあの怖いのが、うん、まあ今日も実はあったんだけど、はい、あの車昼前真昼間、うんうん、信号止まってたら、うん、あのね千と千尋の神隠しの、はいはい、あの顔なしだった、うん、顔なしが顔なしが信号渡ってくるわけさ。リアルにですか。リアルに目の前渡ってくる行くわけ。へえ、隣の運転手とかも顔見合わせてからもう笑ってさ、うん、すっごいチャレンジャーだね。でもそういうのタイプ、うん、こういう人がだから街中溢れてるから、うん、まあ、昼間だったらまだいいよ、うんうんうん、これ夜とか夜中とかさ、うん、あ、まあ怖いね、なんかあの美浜のカーニバルパークの周りだったらいいけど、うん、もう田舎の住宅街の中から、うん、ああいうのがひょこっと出てきたら、うん、おじおば魂抜きだあれ。確かに。あ、心臓止まるよあれ。これはみんな気をつけてほしいですね、うん、しかも顔なしっていうチョイスがいいよね。昼間の顔なしでほんびっくりした俺。手挙げてから信号渡っていくからさ。手挙げられるんだ。何これみたいな感じ。まあ、ね、見たかった。だからね、どういうふうに、ね、盛り上がったかなってすごくあのね、興味津々なんだけど、うん、まあ、今日はね収録の11月1日ってことで、はい、ツイキャスとかはないですが、はい、とりあえず YouTube にこう上がって上げてるっていうことで、上げるっていうことで、うん、ね、放送を見て聞いてほしいなと思いますね。はい、ということで、今日はね、ゲストさんに、はい、あのうち の, あのスポンサーでもありました、うん、あの R3 の, あのオーナーさんが、はい、今日来てますんで、うんうん、いろいろね、もう11月になると、はい、もうハロウィン終わったらクリスマスのイルミネーションとか、そっか、もうすぐ11月1日からもうクリスマスの飾り付けがバーってスタートするわけ、今日から、うんうんうん、ね、そういうあのクリスマスプレゼントも兼ねた、うん、あのエステのね、ちょっと
提案があるらしいんで。マジですか、うん、そのすごい。その辺もね、いいですね。あのもしかしたらリスナープレゼントもねあるかもしれないし。マジですか、ね、あの楽しみにねしていただきたいなと思います。と、うん、いうことで、FM ギノワンレッツ深呼吸、この放送は、オーシャンビューネルカフェココ、レジャーホテルかくれんぼクラブモンタナバーモンタナの提供でお送りいたします。パーティーやってますって言えないのね。言えないですね。フェイスブックの写真お願いします。仕事の、はい、じゃ行きます。はい、チーズ。はい、オッケーです。ありがとうございます。じゃあもう一枚行きます。はい、行きます。はい、チーズ。はい、オッケーです。51分終わり、この時計で4時50分終わりでお願いします。50分終わり、はい、うん、お願いします。 CM とか切ってこんなもんなんだ。そうですね、 CM がそれぞれ1分1分で2分で、うん、曲が3分。いや、 CM らは収録だから全部カットしていってもそれでも50分。そうですね、1分1分切ってで曲で3分切って5分いつもより短い。あ、いつもより5分短くて50分。そうですね、いつも4時から。あ、そうですね、まあまあいいよ。 あの、まあ、同じように何分前とかってやっていきますんで。はい、じゃあ CM は4時半頃入れるか。そうですね、4時半ぐらいに行ってもらえれば、ね、はい、OK です。じゃあ10秒前からいきます。はい、はい、ってことで、はい、R3 のオーナーの西原さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。2回目の登場、うん、今日2回目ですよね。はい、ありがとうございます。はい、ってことで、今日は11月1日ですから。はい、ね、はい、11月になりましたね。もう、昨日まではね、もうハロウィンっていう形で街中はね賑わってたんですけど、今日からもうクリスマスでシーズンに突入するってことで、早い、ね、イルミネーションもね、うん、いろいろ、まあ、クリスマスの飾り付けにね、うん、どんどん変えてくると思うんだけど、うん、今日から、はい、実はR3 さんの方でもクリスマス用のね、はい、何かこうギフトも企画いいですねされてるってことで、はい、その辺まあ、西原さんの自己紹介も兼ねて、はい、はい、ぜひ。あ、はい、皆さんよろしくお願いします。新都心でエステサロンを開業いたしました R3 です。クリスマスギフトって今おっしゃいましたけど、今非常にね、僕らも今すごい意識しているのが、うん、まあ、非常にいい話がありましてね、はい、ちょっといいですか、時間が。はい、いいですよ。男性からお電話がありまして、はい、自分の奥さんが、うん、ワイフが誕生日だということで、うん、エステをプレゼントしたいということですね。エステですかということで、はい、でもちろん私たちも準備をして、うん、で奥さん来ました、うん、そして、まあ、施術入りますよね。すごい嬉しく入りましたね、うんうん、ご主人が外で待ってたんですね、車でね、はい、エステを終わって、うん、で私たちスタッフが花束を用意したんですね、はい、ものすごくね感動してました、うん、すごいいいですね。感動してましたね。へ、表に出た時にご主人迎えに来てね、うん、で助手席のドアを開けてと、はい、すごい紳士ですよね、うん、その時のでも物じゃなくてね、うん、こう自分の愛する人の美しさをっていうフレーズがね、みんなスタッフ湧いたらしくて。はあ、そんなことを言ったんですか、旦那様が。そう言ったらしいんですよ。マジですか。そのインスピレーションすごいですね。やばいですね。悔しいな、これ悔しい悔しいな、これ。すごい言いたかった。すごいね。ねえ、うん、いつまでも輝いててもらいたいと。なんかね、なんか不謹慎かもしれないけど、なんか嫉妬で、絶対こういうね、うん、なんていうの、
口が滑らかな男は不倫してないかな浮気してないかなと。その方向おかしい、うん、そこはおかしい、そこはいかなかった。それないか、うん、もう純粋にね、うん、純粋に奥さんをこう、うん、すごいな、まあ、ミドルですよね、40代かな、素晴らしい、素晴らしい、いいね、いいですね、うん、あれされてるんですね。これちょっとスタッフも含めて、ね、みんな感動して、うんね、なんか美しくをプレゼントする形じゃないけど、うんはいはい、形になるじゃないですか、うんうん、これやろうということで、はあ、ですから男性向けに今やってます。ほー、奥さんでもいいしお母さんでもいいし、うんうんうん、もちろん恋人でもいいし、うん、あ娘さんにって方もいました。うん、あ、いいです ね、 ね、それもいいな。そういうね、こうギフト券をね、うん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 、販売してクーポンつけてやってますけど、うん、結構反応いいです。これギフト券っていうのはあの、うん、いくらのギフト券？あのね、2万円なんですが、はい、まあ、例えば全身脱毛とか、うん、フェイシャルの究極の美肌ってありますけどね、はい、ちかさん受けましたよね。やりました、はい、さらに、はい、もうね終わったあと、うん、顔がめっちゃくなってるんですよ、うん、びっくりしました。まあ、普通でも小さいんですけどね、なんかね、あのむくみがあったのかな、あ、なんかこれが取れてシュッとなってるんですよ、うん、で、あ、すごいって言って話してて、水分とか溜まりますからね、うん、あれは電気の力でこうグッとね、はい、毛穴を広げて美容液を入れるってことなんですけど、うん、あれすごかったですよ、毛穴も気持ちいいし、うん、ではこの2万円のギフト券を、ええ、まあ奥さんに もっとこうフルコースでやるんだったら2万円のギフト券を2つ4万円分とか6万円分とか、もう全然 OK ですよ、ね、プレゼントするっていう形で、うん、まず2万円でセット、そうそう、全身脱毛、究極のフェイシャル、もしくはダイエットコースってあるんで、はい、そこをセレクトしてもらうということですね、うん、というねギフト券を今販売してます、うん、2万円から、2万円から、うん、男性向けにね、うん、まあ、僕もね、あの、はい、番組中で何度か話してるんですけど、うん、あの週1回 ね、ダイエットコース、はい、受けながらで、僕自身もあの、うん、まあ、コーディネーターという形でね、うんうんうん、あのちょっと運営の方にも関わらせてもらってるんですけど、うん、ね、助かってます、ありがとうございます。ぜひ、いや、もう沖縄のね男性もあのヒンガーじゃなくてね、久しぶりに聞いたヒンガーとか、あ、ヒンガー、これ内語のような感じの人は、あの別にフィンガー5とかじゃなくてヒンガーってなんていうかな、どうしよう、強力さん絡みづらい、ちょっとあのなんていうのかな、標準語で言うとヒンガー、ヒンガー、不潔、不潔、不潔じゃないでしょ、違うか、ヒンガーなんだ、ヒンガーない、ヒンガーない、それがなんか近い ね、多分その辺だと思う。そんなね、まあ、もっとこう、都会的っていうかね、うんうんうん、この洗練された男性にが多く出てほしいしね、うんうんうん、あ、いいですね、やっぱりこの R3 の本店 この六本木店っていうのは、うん、7割はメンズなわけ、ね、だもちろんモデルさんとかね、タレントさんとか多いからね、うん、東京は、うんうん、まあ、沖縄のね、この新都心店のね、西原さんがオーナーやってる R3 も、うん、もう結構メンズもね、うん、今来てて、はいはいはい、うん、話題になってるから、うん、ね、奥さんにプレゼントするのもいいけど、うん、ね、自分のうちなんちゅって毛が濃いさ、はい、でもうひげも朝剃ってもまた夕方も剃る人もいたりとか、二度剃りみたいな、うん、でそれだけ1日1回もう最低1回2回こうヒゲ剃られてたらさ、うん、もう肌も荒れてくるしさ、うんうんうん、ただでさえ南国のね、うん、人の皮膚って肌荒れしてるから、濃いですからね結構、でそれを脱毛すると、うん、この永久脱毛しちゃうとね、ヒゲ剃りしなくて済むという、うん、これは楽だしね、これかっこよくなりますよ、シュッとなりますよ肌がね、うん、これ人生の中の朝のこのヒゲ剃りする時間が例えば3分とか5分だったら人生が出ましたいやいや、この3分5分がまあ確かにね、毎日のこれが重なっていったら、うんうんうん、結構な時間になるかもしれないよね、千夏さんね、ちかさん、ちかさんね、毎日お化粧するじゃないですか、はい、毎日髪剃りで顔を剃ると思ったらどう思います、女性の立場で。確かに痛むじゃないけど、なんだろう、うん、肌に悪いですよね、やばいですよね、刺激がやばいですよね、ですよね、うん、男性がもう何十年か毎日肌に髪剃られてるんですよ、うーんそれをなくそうってことです、
それ肌もだそっからですよね女性、はいはい、男性の美顔は。うん、女性はねもうちゃんと手入れしてるからですけど、男性はまず脱毛した後に美顔をすると、全然やったことないから。脱毛した後に。その後がいい。あ、やばいですね。その後がいい。絶対綺麗になる。でしょ。うん、でしょ。人相変わり、人相っていうか。あ、でも言ってること分かる。確かに人相変わると思う。変わると思う。変わると思うでしょ。今めっちゃ想像できた。イメージできた。だってあのイメージ力すごい。ね、ひげが濃い人はもう剃って綺麗に剃ってても、うんうん、ちょっとこう黒っぽいさ。それがなくて、そうそうそう、したらね顔色も良くなるし。そう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 。それからエステやったら、うん、もうシュッとなりますよね。そう、シュッとなる。あの1回では3000か4000ぐらいの、うん、このヒゲのね、うん、脱毛を5、6回やったらほぼ永久脱毛っぽくなるらしい。あ、5、6回でいいの？うん、すごいね。うん、1回では抜けないっていうまず認識から入った方がいいですね。あ、1回で抜けないのは分かるんですよ。うん、でもなんか10回コースとかそこまであるのかなと思ってました。まあだから相当濃い人はそこまでやるかもしれないけど、うんうんうん、通常普通だとまあ5、6回でいけるんだ。うん、うん、そうですね。ヒゲの場合は毛穴が多いんでね、はいはいはい、ですからまあ打ち損じって僕ら言うんですけど、うん、脱毛器が届かなかったりするのがあるから、うんうんうん、まあ、6、7回行くんですけど、はい、普通の女性の手ですとか足でしたら、うん、1つの毛穴に5つ6つの毛根があると思ったらいいですよ。うん、これが表に出てきた時に 1本潰すと、はあ、で5回出てきた5回潰せば、うんうん、この毛根からはほぼね、うん、あとは赤ちゃんのような産毛しか生えてこない。1回で確かに1本の毛根は死ぬけど、うん、5回ぐらいはやっぱり必要だってこと、うん、ということですよね。完全にっていうのを考えたらみたいな。そうそうそうですね。それがさ、ちいか、最近は、はい、あの若い男の子が、はい、この脱毛とかちょっとエステに。そうなんですよ、聞いてください、うん、なんかお母さんが、うん、これあんたのって言って、うん、ちゃんと部屋に収めときなさいって言って持ってきたなんか領収書があって、うん、それなんかエステの領収書なんですよ、うん、したらなんか足の脱毛みたいな、うん、なんちゅうかやってないけどと思って弟だったんですよ。あ、やっぱり、うん、かっこいい。いや、びっくりしてっていう、はい、それだけです。いや、これいくつですか、弟さん。弟は、27です。あ、いいタイミングですね、うん、いいタイミング。びっくりした。いやでもね、はい、これって東京とか、ね、東京普通なんですよね。普通ですよ、本当。うーん、夏は半ズボン履くでしょ、はい、やっぱり足の怪我っていうのがあるんです、うんうんうん、僕ら年代になると、はい、まあ、少しぐらいいいだろう、かっこいいだろうと、うん、沖縄だったらちょっと麻痺してるけど、うん、ワイルドじゃないですか。ワイルドじゃない、うん、もうちょっと違うんですよ、年代は。へー、ね、うん、それとまた年取っていったら、うん、まあ、胸毛もひげもそうだけど、うん、この白髪とか生えてくるじゃん、うん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 、で白い毛には反応しないじゃん、このそう脱毛器レーザーって。そうなんですか。黒いものに反応するんですよ、うん、あ、じゃあ白髪になったら脱毛できないの。取れない。そう、へえ、そうなんだ。だから若い時に20代、うん、30代で白髪がまだない時に永久脱毛しちゃうと、うん、もう完璧だわけ、うん、ほう、あ、そうなんだ。そう、あ、じゃあ早くがいいんですね、うん、早くがいいですね。だからヒゲとか結構ね、うんうんうん、出てきますもんね。そう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 、外人さんのこの金髪さんとか、うん、あ、そうだよ、いるじゃない、うん、ダメ、できないみたいよ。へえ。だから東洋人とかも黒毛じゃん、うん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 、髪がね黒いからできるわけ、はい、あ、じゃあ外人さんは脱毛できないの。できないですね。へえ、マジですか。まあ、黒じゃないワックスとかいろんな別の方法じゃない、うん、だから永久脱毛は無理じゃないかな。うん、これ我々のように光脱毛っていうのはできないですね。光は黒いところに、ほら、何ですか、虫眼鏡で黒い髪に光を当てるとあったじゃないですか、うんうんうん、白い髪燃えないでしょ、うん、それと一緒なんですよ。ほう、うん、だから毛に黒いものに反応するので、うん、だから毛穴から出てこないとまず反応しない。出てきた時が白かったらダメだと、うんうんうん、そうなんだ。そういうことですね。怪人さんはできないんだ。怪人さんということなんですよね。早め早めに、うんうん、髭とかやるんだったらじゃあ特にですね。そうです、ね、早めがいいですね。私も頬をやってるんですけど、ね、やってますけどね、うん、これね、前回も言ってたんですけど、綺麗、ね、綺麗なんですよ。でもね、2割ぐらい白いのがあったんですよ。それってじゃあまた生えてくるんですか。これ生えてくるんですね。黒はもう、あと 2,3 年ぐらい早かったら全部取るかもしれない、うん、もみんな早く行って、
早く行ってもみんなそうそう、うん、ヒゲはでもやった方がいい。自分も友達に勧めましたもん、うん、行くって言ってました、うん、来てなかったですかね。 ありがとうございます。はい、多分、うん、そうそう、例えば一郎みたいに、一郎って、まあ、外人さんってこう頬からボワーってヒゲ入るじゃないですか、はいはいはい、それ外人かっこいいんですよ、うん、日本人はちょっと汚らしくなるだけなので。そうですね、どうせなきっちり整えてデザインで脱毛した方がいい、うん、僕はデザイン脱毛って言いますけど。あ、そっかそっか、残したいとこはね、鼻下と顎を残したいって、頬は剃りたいってね、うんうんうん、まあ脱毛に限らずちゃんと頬は丁寧に、うん、あのカミソリで落とした方がかっこいいです、うんうん、ワイルドっていうのはちょっと違うんですよね。おしゃれというんであれば、うん、デザインヒゲが日本人には合ってるって言われてますよ。うん、あのメンズの、ね、コースでも、うん、この脱毛だけじゃなくて、はい、究極の美顔コースとかね、うん、フェイシャルエイジング、うん、もうリラクゼーションでダイエットコース、ボディメイクとかいろいろメニューがあって、うんうん、あの値段的にもね結構まあリーズナブルっていうか、うんうん、そんな価格設定、ねうんうん、されてて、ね、どうですかね、リスナープレゼントとか何かあります？あ、もうリッキーさんとチカさんが言うんでしたら、はい、よろしくお願いします。あのこの放送を聞いて、はいはい、で FM 宜野湾に、うん、取りに来てもらうとか条件をつけて、はいはいね、じゃあね、はい、どうしようか、ちょっと打ち合わせなかった、はい、あのですね、じゃあ2万円のギフト券がありましたけど、はい、これをお買い求めの方に、うん、FM 宜野湾にいらっしゃったら、はい、5000円の割引クーポン差し上げます。あ、2万円のギフト券を買った方ですね。買った方は FM 宜野湾を通じて買っていただいた方はさらに5000円のクーポン券使えますから。いいですね。追加で2万5000円分使ってもいいですし、2万円から5000円割引でも OK です。おお、いいですね。5000円割引クーポン、はい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 。このまだ作ってないんですよこの今先週かな、丸毛さんがね来た時に、はい、この内輪クーポンの話もしたんですけど、うん、その内輪クーポン の5000円とは併用できないんですよね、もちろん。そうですね、ね、そうですね、まあ、あれはギフトに一緒にこうクーポンをギフト券と一緒につけて持ってきますから。じゃあこれはこれで限定枚数作ってるので、うんはい、これ持ってる方はこれで5000円割引と。そうですね、いや、まあ、金額は一緒なんですけど、はい、プレゼントですからね、うん、例えば自分の奥さんも、ねうん、エステプレゼントするか行ってこい、予約しといたよって言うじゃないですか、うんはいはい、奥さんうちは持っていくわけにいかないですよね。そうですね、うん、ちょっとかっこよく、うん、これメニュー見ると、はい、まあメンズ究極美顔コース60分12,960円とか、うんうん、いろいろ1万円切ってるメニューも結構あるじゃないですか。ありますね。7,560円、9,560円とか、はいはい、これ合成のクーポン券使うと、うん、7,560円って2,560円ってこと？そうなるんですよ。そうなるんですよね。ねうん、いや1万円以上の方にこのクーポン券使えるとかじゃなくて、いやこれね全メニューなんですよ。に使う全メニュー。はあ、じゃあ出してしまったなと思って冗談ですけど脱毛の各パーツ2000円からってあるじゃないですか、うん、例えばさっき言った4000円とかの部分のあれどうなる、まあ、やっぱり5000円以上に設定してもらってということですね。ああ5000円以上になってるわけですね、うん、とりあえずだってパーツでね2500円ですけどセレクトで、はい、1つで例えば足1本ってわけでいかないでしょ、うん、2本ぐらいになるので2本ぐらい2本ぐらい、 いや3本はないですよ。3本ないね。大体2本です。2本ですね。そうです。ああ、なるほどね。5000以上の方がこの、うん、うちはクーポン券とかも使えるってことですね、はいはい、うん、これもFM 宜野湾に置いてますので、はい、あ、そうですね、うん、先着何名かな、もうあと何個かしか残ってないけど、ラジオ聞いた方は、うん、もらいに来てもらえれば、これ年内何回でも使える、うん、うちはクーポン券5000円の割引クーポン券、お得です、うん、ぜひご利用ください。これいいよね、うん、っていうことで、うちわをこうパタパタしながら入店してくるってことですね。いいですね。そうそうそう、チカさん、はいはい、いやでも多分こう、うん、みんなこういう5000円引きとかのクーポンがあっても、まあ、うん、そもそも料金が高いんでしょって思ってる、ね、思ってる方多いもん、ね、絶対多いんですよ。でも本当そんなことないんで、自分も行ってびっくりしました、うん、だからね、六本木に本店があって、うん、でもう有名人とか芸能人がね通ってるエステが沖縄にオープンしたっていうだけでちょっと
ね、敷居が高いような感じするけど、うん、そうなんですよ、そうで、そうじゃないんだよね、うん、でも価格はね、まあ、本当にあのリーズナブルと思う、沖縄でも、ね、でも六本木と同じ価格なんですよ。そうなんですか。そうなんですよ。じゃあ東京にしてはすごい安いんじゃない。安いんです、東京ですごいです。へえ、それでこれだけのクオリティはやばくないですか。いやいや、本店行ったけどあんな高級マンションで、うん、うん、ミッドタウンのすぐそばだからね、人件費も高いし引き合うのかなこれと思う。へえ、まあ本当ね、完全会員制ですよね向こうね。すごい、顔を合わせることなく入るという完全プライベートね、すごいな。ですからまあ 有名人とか来るんでしょうけどね。はいはいはい、同じ金額なんだ、うん、へえ、めっちゃ安いですよ皆さん。そうですよね。で、まあ、もう一つね、あの、うん、芸能人さんがこういろいろ使ってくれる理由があって、はい、美容クリニックと提携してるんですね。そうなんですよね、美容クリニック提携して、これは一番強いですよね、うん、美容クリニックさんでやっててうちでできないのは針とメスを使うものはできない、うんうんうん、要はそれ以外はほとんど、うん、あのいろんな技術機械を提供してもらってやってるのでね、うん、まず安全ですね、うん、安全安心ですよね、うん、本当に、ね、フェイシャルとか脱毛トラブルあったりするじゃないですか、はいはいはい、まあ、アレルギーとかしょうがないんですけど、うん、もう本当ね、ほんとんどないような感じですね、うん、であとは効果が見えやすいというところがありますね。翌日なんだろう、うん、ファンデ塗った時にノリが違う感じがもうめっちゃ分かったんで、うん、すぐ効果が出るんだなっていうのが本当に分かりました、うん、またね、店の作りがとってもエレガントでリッチ感が、ね、あって、うん、落ち着くね、うん、とてもこのメニューの感じの店作りじゃないもんね、うん、すごい高級感があってね、まあ、名前の通り3つの R ですからね。ねえ、リセットリッチリラックス。あ、そうでしたね、はい、リセットリッチリラックス、はい、 R3 です。 R3、はい、いいね。あ、そのちょっと最近ね、最近今月に入って、美容針も入れました。美容針新旧ですね。何ですか。うち の針です、針、はいはいはい、針を、うん、まあ、あの肩こりで針をっていうあるじゃないですか、はいはい、針治療の針ね、その鍼灸、うちのエステシャンが鍼灸の資格を持ってたんですよ、うん、で彼女がね、そのエステシャンがスタッフですけども、はい、今最近美容針がすごい東京でブームなんですね。その針を顔にいろいろ打つんですよ、何十本か、うん、あ、見たことあるかも。あるでしょ、はい、うんうんうん、結構今流行ってきてるんですよね。へー、それを、まあ、もちろん鍼灸の技術の延長なんで、うん、それやるんですよ。へー、うん、これはもう始めてるんです、今からスタートしてます。あ、うん、届け出も済みましてね。これはどういった効果が出るんですか。これはね、まあ、簡単に美容用語で言うとリフトアップもしますよね。お、リフトアップしますよね、うんうん、あとコラーゲンの生成を促すっていう効果もあるんですよ。これいいね、これいいですね、これいいです、はい。もちろん肩こりも、例えば、うんうん、面白いところ打つんですよ、針を、はい、ちょっといいですか、ここに打つんですよ、針を、ここ、そう、リフト、首の後ろ、そう、首の後ろね、はい、フェイシャルのお客様にこことかこことかここに打つわけ、うん、なぜかというとここが凝ってると、うん、顔が上がってこない。あのラジオでここここ言ったら、あ、ごめんごめん、首の後ろ、ちかさん、そうそう、言ってください、はい、首の後ろ、首の後ろね、でしょ、まあ、肩の方ですね、肩の方ね、うん、フェイシャル、顔をやるのになぜここを打つんですかっていうことでしょ、うん、で顔と、うん、顔から頭の頭皮、うん、ここまでつながってるでしょ、うん、あ、はいはい、つながってるでしょ、皮がね、一枚の顔をかぶってるじゃないですか、うん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 、ここが凝ってると、うん、ここいくらやっても上がってこないんで顔が、うーん、あー、ほー、そういうことか、顔から頭から背中まで全部皮はつながってるんですよ。あ、じゃあここをほぐしてあげないと結局はここあ、すみません、この肩ですねそうそうそう、ほぐしてあげないと結局ここで詰まっちゃうみたいな、ね、詰まっちゃう、うん、じゃあよくあの額にシワがあって、ね、困ってる女性がいるじゃないですか、ああいうのもこう引っ張るってこと、引っ張るんですよ。あ、いくいく引っ張る、眉毛上げたらすぐだからタコになるから、ね、フェイシャルだけ、おでこ、例えばおでこのね、おでこのシワがあって上に上げるでしょ、はい、一旦こう頭に収まるんですよ、うん、これ一瞬と下がってくるわけ、あ、後ろからグッて引っ張ってこないといけないですね。へー、面白い。なるほど。僕らフェイシャルをしながら背中をこうマッサージの機械、マッサージ、僕らあのね、キャビテーションって言うんですけど、はいはいはい、それをかけると違ってきます、針が、持ちが違うっていうのかな、うん、全体的にアップするんですよ、うん、それは針でやるとやっぱりね、あのそういうツボがあるんでしょうね、うん、あの効果、僕らびっくりしました、うん、面白い、これもまたやってみたいですね、はい、へえ、
どんどんね、うん、いいもの取り入れていこうかなってね、いいですね、どっかの企業ありましたよね、最新こそ最高でしたっけ、最新こそ最高、最高、うん、どっかの企業ありましたけど、まあまあまあ、あの名前聞くようですけど、そういったのも入れましたので、はい、またぜひね、はい、ちかさんもいらしてください、はい、行きます、これはやってみたいですね、気になるな、うん、気になるでしょう、はい、ね、これからねやっぱり若いカップル同士でね、うん、あの R3 ちょっと行こうよみたいなね、うんうん、そういうのもあるかもしれないね、うん、エステデート、エステデート、エステデートエステ終わった後にテンション上がってどこ行こうかみたいな感じで、ああね、うん、そういうところ行ってね、一緒に綺麗になるといいかもしれないね、でなんかカップルプランみたいなのもあったらいいかもしれないですね、じゃあ、そうですね、カップルできたらまた、うん、いいですね、そういうプランがあっても面白いんじゃないですか、いろんなプランあってもいいかもしれないです ね、 うん、そうね、こんなにいいものがたくさんあるんで、うんうん、どうねみんなに伝えて、うん、特に、まあ、あの最初の頃ね、スタートで話してたその2枚のギフト券とかっていうのも、うんうん、特にあの、まあ、クリスマスシーズンのプレゼントっていう感覚もあるし、うんうん、やっぱり年末年始ね、うんうん、もうみんな師走で、まあ、飲み会があったり疲れたりいろいろね大変じゃない、うんうん、そういうところ時のね、まあ、あの癒しとして、うんうん、まあ、ご自分で自分の自分への、ね、ご褒美って形でもいいし、うん、あのお世話になってる人へのプレゼントでもいいしね、うん、そういう感じ で、 あ、いいですね、あの、うん、このギフトを、ね、使ってもらえれば喜ばれるんじゃないかなって、うん、意外とね、うん、プレゼント困るんだよね、うん、何をプレゼントしようかなと、確かに今も物余り時代だから、うんうんうん、あの余計なもの買ってきたら怒られるばっかりでさ、うん、男性陣はそうです、ね、奥さんがなんであんた無駄なこと買ってきてるみたいな怒られたでしょわざわざ買ってきたのにさ年とともに怒られるんですよ ね、 あれね、でもこういうのってあのすごい喜ばれると思う、うん、確かにこれはいくつになっても、うん、女性は嬉しいと思う、嬉しいよね、うん、そうでしょ、これね、うん、あのちかさんが言うようにこの女性の気持ちを男性がもう少し分かった方がいい、そうですよ、でしょ、これもっと大きい声で言ってください、大きい声で言いたいですね、うん、どんなに女性喜ぶか、うん、すごい喜びますよ、それはね、もう旦那さんがね、うん、ちょっとエステでも行ってこいよって、うん、俺ちょっと予約しといたからさって言ってさ、うん、この喜び方を見ると旦那さん、うん、その時よく分かりますよ、確かに、美をプレゼントしてもらうとね、うん、綺麗になることがどれほど女性にとって価値があることか、ねえ、まあ、それがまたね癖になってっていうか、あのクリスマスプレゼントだけじゃなくて、うん、もちろん結婚記念日とか奥さんの誕生日とか、うん、あのね、いろんなこのねそういう筋目のお祝いの時にね、うん、プレゼントすると喜ぶんじゃない、やっぱり、うん、喜びますよ ね、 そしたらそうですね、定期的に行けるし、うんうん、まあ、いいと思う、娘さんとかもね、うん、あの成人式の前にね、うん、あの親からのプレゼントとかね、うん、そういったのでもいいし、うん、いろんな場面でね、うん、なんかいいですね、使える使える、うん、面白いということで、エステギフトよろしくお願いします、まあ、あの一旦あの CM を挟んでまた後半ね、うん、お話聞いていきたいと思います、はい、はい、はい、ってことでね、はい、まあ、エステのねギフト券の、お話ね、いろいろいろんな場面で使えるってことでね、うん、盛り上がりましたけど、うん、多分あの聞いてるリスナーさんもね、イメージしてると思うんでね、その人その人によって、うん、誰にプレゼントしようかなとか、あ、こう喜んでくれる人がもう目にね頭に浮かんだかなっていう思うんだけど、うん、まあ、自分でまず体験してみて、本当にこう R3 のこの、ね、店の雰囲気とか、うん、実際の、施術とかね、そういったのを経験してみて、あ、これだったらこういう人にプレゼントしたいなとかね、そういった、うん、実体験でやってみてプレゼントするっていうのもいいと思うし、うんうん、実際ね、男性の方も気軽に来られたらいいと思いますよ、もう完全個室ですからプライバシー守られてるしね、絶対行って本当そうはないと思いますよ、うん、うんうん、いや、僕も人生初めて経験
ね、してるんだけど、うんうん、あこれはやっぱりある意味ね、うん、なんていうかな、僕のこの人生観っていうのちょっと変わったね。美の意識高まりました。か、うん、あの違うと思う、やっぱり、うんうん、リキさんツルツル点ですからねそう、まあ、脇から胸から全マジですか。だからね、え、リキさん全部やったの？うん、あ、まあ、全部っていうか、うん、おーとか、こっちから、え、あ、こっちだっけ、下はじゃない、そうそう、あそこはツルツル点じゃない、大丈夫、誰がやるんだここはびっくりして、ツルツル点って言うからごめん、自分すぐあのイメージしちゃうから、 VIO って言うんですけどね、はい、男性は、男性はやらないです、ここは、あ、びっくりした、うん、男性はやらないですね、まあ、女性はね、やっぱりあの、うん、女性はここいろんなファッションとか、うん、いろんなあれでね、まあ、あの水着着たりとか、うん、ね、ティーバッグとかいろいろね、あの、うん、おしゃれするときにやっぱりこう毛が見えたらいけないってことで、うん、あっちのね、エチケットですよね、水着着るんでしたらね、うん、すごいらしいよ女性も、うん、もうそう今増えてきてるんですよね、またね、うん、なんか聞く話によると、うん、この VIO、うん、もうやる人が増えてて、うん、年いってからやる人もまた今増えてきてるみたいなんですよ、うん、なぜかっていうと、うん、なんかやっぱ老後とか娘とかね、子供とかに面倒を見てもらうとか、うん、あ、これいい話、はい、うん、あのおしめとか例えば変えたりとかあるじゃないですか、うん、その時にやっぱ陰毛があるとあの匂いとか、うん、そういうので人に迷惑をかけちゃうから、うん、今のうちあの綺麗にしといて、そういうところで迷惑がかからないようにっていうことで、うん、なんか やる方が増えてるらしいんですよ。自分そういうことはもう頭に全くなかったんだけど、これ聞いて、うん、あ、そうだな、これやった方がいいなと思って、うん、うん、思いましたね。この話私も聞いたことあるんですけど、はいはい、びっくりしました。現場の介護士の方から聞いたんですよ。ほう、うん、あ、そうなんだ。そうなんです、はいはい、やっぱりこうちゃんとね、あの、うん、あの処理をされてる方がいらっしゃると、うん、下の世話が全然違うんですって、うん、手間暇が、まあ、そうですよね、確かに全然違うんですって、うん、それで看護師さんは結構やられるんですね、はいはいはい、それ現場で見てるから、あ、なるほど、うん、やっぱりこう処理するときにね、うん、あの拭き取りにくかったりとか、うん、今言うように匂い残ったりとかね、うん、あるので、うん、やっぱり看護師さんが、あ、これって処理されてる方もいらっしゃるんですから、自分が実体験してるからこそ、そうそうそう、あ、自分もやろうとかやってみようとか、うんうんうん、ちゃんと処理されてる方はスムーズ、ものすごく早く終わるんです。そうですよね、それはこう外から見る清潔感よりも自分で味わうスッキリ感ですよね。そうそうそう、そこなんですよ。できるときはいいけどね、うん、人にやってもらうときはというところなんで、まあ、あのラジオを聞いてる方で、あの VIO を知らない方はあの検索してみてください。そうですね、ちょっとラジオで言いづらいところもある。え、さっき思いっきり陰毛って言っちゃいました。そこまではいいけど、あ、大丈夫、そうですね、それは何でもありかなと思って、ね、いや、VIO はあれ女性のでしょ。でも多分女性なら、ね、うん、みんなわかると思いますよ、うん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 、いや男性が聞いててね、何 VIO って、うんうん、っていう感じだから検索して、検索検索ね私もしっかり処理してますよ。あ、全然変わります、やっぱり。え、ツルツル点ですか。あ、もちろん残すところは残してます。あ、残すところは残す、残すんですけど、残すところっていうのがどこなのか気になるんですけど、ね、そうですよね、ツルツル点でさせてできない、妄想してるじゃない、はい、でどこ残ってんのかなと思って女性はね、意識するからね、はい、あのこうやるんですけど、いや、僕はね、うん、あんまり女性でもう全部ツルツル点だったら、うん、ちょっとセックスの時燃えないなってあるんだけど。え、下も、うん、下、そういう話いいんですか。下ちょっとあの、ちょっと形的に残ってた方がいいかなっていう。形的に残すってどういう意味ですか。形的に残すってどういう意味ですか。放送深夜ですか。もういいですよ、この感覚選んでないよ。なんで大丈夫ですか。そうですか、そうですか。いや、な、まあ、これはもう、うん、あの個人のね、あの、うん、趣味っていうかね、思考の違い、うん、違いだ。まあまあそうですね、うん、でも確かにいますからね、うんうん、剃らないでっていう人も、うん、アメリカ、欧米は剃りますよ。逆にあるとダメなんですよね。そうですよね、うん、あ、そうなんですね、うん、そうなんですよ。なんで、うん、なんでって聞かれても、いや、その方が僕はセクシーだから。だからそれはリキさんの考えでしょ。なんか小学生とか子供みたいな、欧米って言ってなかったな。え、ツンツルテンとツンツルテン。でも、うん、ダメなところはあるらしいです。まあこれは本当に好みの違いだね、やっぱりね。何度ですか。いや、女性でも、あのギャランドゥで胸毛がある方がいいとかっていう人もいるじゃない、うん、まあそうですね、全然なかったら、うん、うんってなる人もいますし、でしょ、うん、確かに、まあ
好みの違いだね。僕もあの、まあ、胸毛の方もやってもらったんだけど、はい、でも胸毛は楽じゃないです。逆に洋服とか着るときに出ちゃう人とかいるじゃないですか、うん、そうそう だけど胸毛にもちょっと白髪があったわけ、はいはい、うん、そうだった、うん、いやあんまりだから意識してなかったからそんなに気づかなかったんだけど、うんうんうん、あ、やっぱりその分は残るんだなっていうのは、はい、それはやっぱ生えてくるんですね、うん、胸毛だけ白毛だけ残ったと思うんだよね、うん、そう、その分はだからあの、うん、抜いて擦ったりあの剃ったりとかね、うん、するっていう感じだけど、うん、これ剃るとどうなるんですか？濃くならないんですか？ 白いのでもいや、あれはもうこれ以上ならないです、ね、ならないですか、うん、太い部分に達してるのでね、もうね、あ、そうなんだ、達してるんで、まあ、あんまり多くないからね、うん、まあ、少しずつ抜いていったらそれももう永久脱毛みたいになるかもしれないけどね、うんうん、へ、脇もいいですよ、脇、うんうんうん、夏涼しい、脇いいね、涼しい、もう経験しても涼しいでしょ、うん、あれだけど、うん、もうシャワー入ってる時もとってもなんか気持ちいい、なんか楽、そっか、うん、できたら脇もないのか、うん、うん、楽楽、へー素敵になったのね、リキちゃん、へー、そうなんだ、なんか気持ちいいね、うん、うん、あの風呂入ってると気持ちいい、上半身スムーズに洗えるよね、スムーズさっさーって感じで、やばいで8キロもダイエットして、うん、もう体もツンツルテン、ツンツルテン、やばいですね、リクさん、だからこれから僕モテ期に入るから、うん、あのどうしようかな、イライラする彼女モテ期さらっと言って20代ぐらいの彼女ができたらどうしようかなと思って、うん、ゆるさん何でかゆるさん連れてこいゆるさんね、みんな言ってますね。いや、あ、だからもうあとね、体重だいぶ落ちると思う。へ、体重もそろそろ今だいぶ頑張ってますね。ね、9月から始めて、うん、いや、頑張ってるっていうかね、全然無理はしてないわけ。うんうん、うんうん、まあそうだね。楽しみながらこの落としていってるから。うん、で僕が今まで経験してないようなこの食事のね、うんうん、メニューとか制限とかもやりながらだけど、うん、全然無理はない。うん、逆にね。あの一食がすごく美味しく感じたりとか、あ、うん、あの、まあ、体調が体重が落ちてきたら体調も良くなるし、うん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 、もう極端に言えば僕100キロで3桁100キロ以上あったから、うん、靴下履くのも大変だったけど、うん、ちょっと楽になったりとかうんうん、うん、それもうキチキチのあのズボンがもういい感じでスーッと入れてとか、ね、ベルト、ベルトすごいですよ、ベルト、ベルトがもうあの見てくださいこれ、こう、こういう段階まで来てて、ここだったんでしょ、うん、あ、そうなんだ、う、うん、一番ここも使ってた時もあったけど、こっちに印があるもんな、そう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 、ここ2つ減ってるよ、でもあとなんかね、また個人的な話になってね、あの、うん、みんなどれぐらい減ってるのかわからない、わかんない、ここって言ってるから3つ、3つ穴が3つ減ってます、あのラジオでね、ここ我は忘れてますよ、本当にど素人だよね、僕ラジオのプロがここ、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 全然自分のことになるのね、やっぱね、ベルトの穴が、3つ、減りましたじゃないかな、結構、うん、この何センチぐらい、結構ですよね、これ、そうそうそう、うん、これありえないでしょ、まあ今までだから経験ないから、ね、あのね、年齢的にありえないですよ、うん、確かに、年齢的に減りづらいのに、うん、9月からでしょ、8月から、あ、8月から、でもそれでも、うん、いい感じに、なんだろう、減ってますよね、うん、急激にでもなく、うん、そうそうそう、綺麗ななんか減り方というか、8キロの体重で落としたいウエスト側が落ちてる、集中的に、ほー、なんか うまいビールの飲み方みたいなこうあるじゃないですか、あその線が、うん、まあ、あんな感じでちゃんと徐々に綺麗に体重、ちょっと分かりにくい分かりにくい今のそれが浮かんできた全然分かるイメージの人ですねはい、すいません、ね、それが浮かんできた、ビールの泡ですね、うん、でも、あ、うちのミミちゃんが2匹分、あ、これ余計意味分からない、ミミちゃんも分からないみんな猫でしょ猫猫猫のミミちゃん、なんでもうごめんなさい、みんな個人プレイでごめんね、ちょうどミミちゃんが4キロぐらいだから、うん、あれ引き、うん、あ、すごいな、あ、そういうことか、いや米の10キロでも結構重たいじゃん、うんうんうん、1日担いでまた大変なことなんですね、5キロでもずっとくるけど、うん、あれやがてね10キロ分ぐらいいくわけじゃん、あ、そっか、5キロのお肉って前なんかサイコロみたいなのがあったけどあれこんなありましたからね、お肉、うん、これがね体についてた、腹にそれがなくなったってことないわけ、すごい、これ考えたらすごいね、ね、うん、だからもうこの調子でいけば、ね、スタート時は104キロだったけど、うん、年内に80キロ台、89キロでもいいし、で来年には20代の彼女、あ、もちろん、
その目標があるから頑張れるんですかね。そうそう やばいな。でもね、やっぱ 今ね、まだですよ。あのやってることはね、急激に行くとやばいから、うん、朝を抜いてもらって、はい、で酵素、生酵素ね。うん、あ、朝ですか？朝。うんうん、生酵素、あ、食前ですけどね。はい、食、まあ、あの、は、明確に言うと食前に飲みますけど、で食前の3時間前ぐらい飲むんですけどね、うんうんうん、で朝は朝ごはんの代わりに酵素ジュースを飲んでもらって、でランチまで我慢してもらうと、うん、でランチは、まあ、だから1日今2食の状態なんですよ、はい、でも本人胃がちっちゃくなってきてるんで、うんうん、前と比べると 1.5 食ぐらい、うん、もう少し頑張って1食に減らそうと思ってるんですよ。ほー、1食に。そこでね、80キロ台に来たら、うん、あとは何食べてもいいよと言っても 1.5 食が精一杯。胃袋って伸縮しますからね、うんうんうん、小さくまずしないといけないですね。うん、欲とかじゃなくて大きいから詰め込みたいわけですよ、はいはいはい、それをまず小さくすると、うん、これからいきます。これやってみて分かったんだけど、うん、今まではきっちり朝昼晩3食食べてたわけ、うんうんうん、それがやっぱ健康にいいで、うん、それがダイエットになるって思い込んでたからね。これって勘違いらしいね。これはもう大きな勘違い。それを朝の一食とかこうやって減って、うん、で忙しい時にはもう一日一食の日も何回かあったわけ、うんうんうん、そうするとね、この要は胃腸を休めるわけじゃん、うん、何十時間も、うんうん、休めるから睡眠時間が少なくて済んでるわけ、うん、もう4時間最近早起きだもんね。4時間5時間睡眠でも、うん、もうパッと目が覚めるし、うん、これはね、だ昼間もお腹いっぱいになったら昼寝とかよくしてたわけ、うん、昼寝も今しないし、うん、だからめっちゃ時間を有効に使ってるね、うん、このね、胃腸が疲れないっていうのがあるんだろうね、うん、胃腸がバッて働かす動かすことによって、うん、やっぱり眠気も来たりとか、うん、余計な睡眠が必要になってくる。うーん、こう働いてるから、うんうんうん、やっぱそれが働かない分、うん、眠らなくて済むっていうかさ、へー、すごくだからものすごいだから効率がいいっていうかね、うんうん、本当空腹感、お腹がグーってなるっていうのが健康の証拠ですよね、うんうん、もう胃腸が休んで、うん、さあ元気になったぞっていう合図ですよ、うん、ぐーっとなる。そういうことか。そういうことです。面白い。胃袋がさ、うん、キューキューなるっていうのをあんまり経験してなかったわけさ。経験してあこの年にして初めて、うん、いいね、それ幸せだね、りきちゃん。今ね、これが快感みたいな感じだった。あーキューキュー言ってるねって、あ、これいい感じだなって、でまた我慢して、うん、それを超えちゃうじゃん、うん、そしたらまた全然お腹空いてなくて、うんうん、まあ、それからまた 2,3 時間後お腹空いてきたら、うん、こう少しずつね野菜からこう食べていったら、うんうん、ちょっと体が喜んでるなみたいなのも感じるし、うん、出ますよね。うまいんだよね、これが。もう本当に自分と向き合えるみたいな感じになるんだじゃん。そうそうそう、うんうんうん、今までそういう感覚じゃなくて動物のように、うん、もう常にお腹いっぱいみたいな。もういや時間が来たら、いや獣のように獣ですよ。これ獣ですよ。朝7時から8時の間に朝食食べないといけないとかね、うん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 、お昼12時になったらお昼食べないといけないとか、うん、で夕方飯、ね、夕ご飯食べないといけないとかっていう、うんうん、こうなんか義務みたいな感じで。確かにそうだね、うん、飯食ってたのが、うん、今はそうじゃないから全然、うん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 、本当に好きな時間に食べたくなかったら食べなくていいし、うんうんうん、それが本当の野獣ですよね、うん、食べたい時に食べて、あとは食べないじゃないですか、うん、ね、野生の動物って、うん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 、あ、そうだね、そうですよ。3食きっちり食べませんからね、動物は、うんうんうん、人間も本来そうなんですよね。で3食食べようって、まあ子どもの時はいいですよ、うん、体を動かす消費ね、ちんちん代謝も激しいし、うん、で我々今座ってるだけの仕事じゃないですか、うんうん、3食絶対カロリーオーバーですよ。で消費カロリーと摂取カロリーマイナスしたら分かるって、うんうん、プラスマイナスして測ってみたら、うん、絶対動いてる分食べてるから、動いてる以上に、うんうんうん、摂取カロリーが多い。だから単純計算なんですよね、うん、人生ってね、うん、食べないとっていうのもまたちょっと違うっていうことですね。僕ね、だから今言った1日1食約 1.5 食ぐらいしてるんですよ、うんうん、やってて朝酵素飲んでそれだけで、うん、ウエスト僕78センチですよ。ほう、このリクさんとほぼ一緒の年代で86か7ぐらいあったんですよ、はい、85を超えたらメタボって言われますけど、うんうんうん、85をスパッと切って78ですからね。僕の20代の時多分それぐらいのあれだった。もうスーツがないもん。
もうね、まあ、だから力さんもそこ根立ってもらって、うん、ぜひとも20代の体に戻らないと20代の彼女は難しいよっていうことでしょ、うん、パーティーしようねじゃん目標体重来たらパーティーしようねそうだね、うんもう残り時間もねあと30秒ぐらいになっちゃったんで、うん、R3 さんのねあのお問い合わせ先、はいまあ、場所は那覇市アメクの方にあるんですけど、うん国際高校の隣ですね、うん電話番号が098-917-1870 098-917-1870 あるいはあのホットペッパービューティーをねあの検索しても R3 であの出てきますのでぜひこちらもご覧になっていただいてね一度経験して、うんうん、で、はい2万円のギフト券を、はい、ぜひ、愛するねどなたさんいいですね、ねプレゼント、うん、絶対後悔しないですよ、エステギフトよろしくお願いします、はいはい、ということで今日はね、はい、西原さんどうもありがとうございました、どうもありがとうございました、どうもさよなら、バイバイ。リッキー、チカのレッツ深呼吸ということで、はい、分かった？もう、ね、何がですか？パイナップル。もう分かりますよ。うん、ギネスでしょ、ギネス。ポーペン、パイナップルペン、うん、ペンパイナップル、アポーペン。どうしよう、とってもやりづらい。非常にやりづらい。ってことで、ね。BPAP からね、あんなすごい人だったんだね。でしょ、うん、ギネスまで取ったんだよ。ねえ、びっくりした。見ました。これはもうちゃんとわかる。アメリカのビルボードのトップ100に入った最短ミュージックっていうか、ね、45秒でギネスに入ったってすごいよ、ね、だから前回聞いてこのマネーの虎にも出てた時から、もう今想像したらすごいですよね。ね、うん、人生何があるかわからんね、やっぱりね。そうなんだよ。だから何事もね諦めちゃいけんし、うんうんうん、何が起こるか本当にもう分かんないからさ。で思った、やっぱり自分が楽しんでやることが一番なんだと思った。そうそうそう。ね。うん。だってピコ太郎だって絶対そうさんね。うん、思い切り楽しんでるよねあの人ね。最高じゃん。うん、あのねスタイルといい。そう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 。そうだね。あの衣装といいさ。うん、あの変な踊りといい。うん、いいよやらんでいいからリキさんお願い。いや俺もうちょっとあのスリムになったら。うん、ちょっとね真似したいな。でもあれ確かに面白い。あ、うん、まあ、今日はねあの11月1日ってことで、はい、あの6時もありましたけど、うん、ね、皆さん、深呼吸やってますかね、うん、ね、ぜひ深呼吸、うん、でもうあのハロウィンもねもうどういう形で盛り上がったのかなってことでね、うん、あの実は今日はあの収録なんですけど、そうなんです、はい、収録なんで、ハロウィンの実は前なんですけど、うん、あの街中はねすごい盛り上がってて、うんうんうん、そうですね、早くもね絶対ピコ太郎いると思う、ね、いると思ういるよね、絶対いる、間違いなくいるよね。もうだからなんちゅうかな、この日本はね、うん、このハロウィンのなんちゅうかな、このさ、あの盛り上がりが、うんうん、年々すごくなってきてるね。ですよ、だって
前まではそんな盛り上がりはなかったですよね。ないない、もう徐々に来てて、仮装してとかもないし、うん、今だって多分ハロウィンの日の朝チャンネル、まあテレビ電源つけたら、うんうんうん、多分朝のあれからハロウィンの格好してる、うん、なんかあの仮装して出てくると思うよみんな。うーん、確かに職場にも仮装してとかってあるところはありますからね、うん、もうほとんどやってんじゃん。へえ、いつからそうなったんだろう。まあ段階的にね盛り上がってきてるって感じするけど、うんうんうん、ねえ、まあこれで経済効果がね、うん、あれば本当にいいというあれもあるけど、まあそうですね。でもね、うん、やっぱりさ、あの怖いのが、うん、まあ今日も実はあったんだけど、はい、あの車昼間、ね、真っ昼間、うんうん、信号止まってたら、うん、あのね、千と千尋の神隠しの、はいはい、あの顔なしだった、うん、ああ顔なしが顔なしが信号渡ってくるわけさリアルにですか。リアルに目の前渡ってくる行くわけ。へえ、隣の運転手とかも顔見合わせてからもう笑ってさ、うん、すっごいチャレンジャーだ、ね、でもそういうのタイプ、うん、こういう人がだから街中溢れてるから、うん、まあ、昼間だったらまだいいよ、うんうんうん、これ夜とか夜中とかさ、うん、あ、まあ怖いね。なんかあの三浜のカーニバルパークの周りだったらいいけど、うん、もう田舎の住宅街の中から、うん、ああいうのがひょこっと出てきたら、うん、おじおば魂抜きだあれ確かにあ心臓止まるよあれこれはみんな気をつけてほしいですね。うん、しかも顔なしっていうチョイスがいいよね昼間の顔なしでほんびっくりした俺手挙げてから信号渡っていくからさ、あ、手挙げられるんだ、おお、うん、何これみたいな感じまあ、ね、見たかった。だからね、どういうふうに、ね、盛り上がったかなってすごくあのね、興味津々なんだけど、まあ今日はね、収録の11月1日ということで、はい、ツイキャスとかはないですが、はい、とりあえず、ね、YouTube にこう上げてるっていうことで、上げる、はい。